先発のローレンスがソフトバンク打線に飲み込まれた。2回にツーランを浴び逆転を許すと、4回4本のヒットを集められ2失点。そして5回に5連打を浴びたところでタオル投入となった。一つのアウトも取れないままマウンドを後にしたローレンスは5回までに13安打を浴びる大乱調。来日最短 KO となった。その後試合は4番手のヘルベグが失点し、点差は6点に。今のカープ打線にこの劣勢を跳ね返す元気はなく、チームは借金生活に入った。そんな投打に精彩を欠いた試合で一筋の光明が差した。8回から登板した中村が3者連続三振と前回以上の好投を見せた。水元二軍監督はこの日の中村について、もう十分いけるでしょうと1軍昇格にゴーサインを出した。一方対照的だったのが岡田と中崎。2人のランナーを許す似たような内容の両投手に水元二軍監督はパッとしなかったねと一瞬。特に岡田については走者を背負うとどうしても球が乱れると、一向に改善しない悪癖に苦悩をにじませた。一番で先発した育成の大森が猛打賞の活躍を見せた。1打席目に2塁打を放つと、立て続けに3塁打、シングルとヒットを重ね、サイクルヒットに王手をかけた。しかし、その後の2打席で快音は聞かれず、記録達成とはならなかった。大森は、ここまで正水に次ぐ74試合に出場。育成ながら、首脳陣からの期待は大きい。5月の月間打率は2割9分8厘、6月は2割7分、7月は試合前まで1割7分2厘と下降気味の打撃だったが、浅山コーチのアドバイスによりこの日の打撃に手応えをつかんだ。大森は先が見えない辛さはあるとしつつ、今は結果を出し続けるしかないと表情を引き締め前を向いた。また大森と同じく育成でもがくメナが6回から3番手として登板。しかしストライクが入らず3者連続のフォアボール。この回同点とされるきっかけを作った。こちらは支配下契約に向け課題の残る内容となった。チャンネル登録よろしくお願いいたします。